はい、どうもみなさん、こんにちは。ぜひこれそれでは今回なんですけども、2月上旬も熱いスマホ決済、キャンペーンまとめということで、今週もやってきました、キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は2月の3日から2月の9日までの、来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部キャンペーンについては除いてますので、ここだけはご了承ください。それではまずはペペからですね、ペペでは主に4種類の大きなキャンペーンが開催中です。 まずは街角カドペイペイ第2弾ですね。期間は3月31日まででして、キャッシュレッシ費医者還元事業の5%のお店であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなってます。ペイペイチャンスに外れた場合でも最低でも6.5%が還元されますけど、まあなかなか最近はやっぱりペイペイチャンスが当たりません。次はペイペイとタクシーのコラボキャンペーンですね。期間は2月の13日までとなっていまして、こちらペイペイが使えるタクシーで、なおかつキャンペーのステッカーが貼っているタクシーを利用したら、ソフトバンク ワインモバイルもしくは Yahoo ミアム会員の方は10%還元、それ以外の方は5%還元がされます。配車アプリの d リ,リも対象となっています。 次はペーペーモールですね。ペーペーモールでは、こちら街角 p ーペーペ同様に3月31日まで開催中となってまして、最大でも20%還元がされるキャンペーンとなってます。まあ同時進行で、現在ペーペーモールのゾゾタウンでも、最大で10%還元のキャンペーンも開催がされてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてまあやっぱりペーペーの2月と言ったらこちらのキャンペーンですね。対象店舗で40%から50%還元のキャンペーンということで、期間はもうすでに始まっていまして、2月の29日まで。 となっていますはは1回に500 1500円円でで期間中は円ままとなってまして、まあそんなに多くないんですけどもここまでまあ還元率が高いっていうのはやっぱり嬉しいキャンペーンと思っています対象店舗は高校音ペがつかる自販機3 1ルフカフェスキヤ、花丸うどん日高屋松屋吉野家となっていますそれこそまあ今日吉野家に行ったんですけどもちらほらとペイペイで決済する方もいらっしゃったので、まあ、多分キャンペーンで使われている方なんじゃないかなと勝手に思いましたなんかこう実際に使っている方は を見るとやっぱりテンション上がりますね。次は D 払いですね。D 払いでは主に4種類のキャンペーンとなっています。 まず一つ目は D 払い生活応援キャンペーン、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに上乗せして、5%上乗せして、合計10%の D ポイントが還元されるキャンペーンでエントリー必須で3月31日まで開催中となっています。意外とまあ最近ですね D 払いのマップで見たらあのお店が対象ってことがあるかもしれないので、ぜひですね D 払いのマップをチェックしてみるのもいいんじゃないかなと思っています。 次二つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーンが3月31日まで開催中です。こちらはキャンペーン中11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済をしたら D ポイント10%が還元されます。で、このキャンペーンで気をつけないといけないのは対象店舗で D 払いが使える全部の飲食店が対象というわけではなくてどこで使えるかに関しては必ず公式ページでご確認ください。ちなみに松屋とかサンマールクカフェとかかっぱ寿司なども対象です。 です3つ目は先日動画にもさせていただきました d バライト吉野家で20%還元のキャンペーンですね。こちらは現在開催中で2月の29日までとなっています。もちろんお会計の際にはモバイル T カードや T カード、そしてあとはクーポンなども併用するのもいいんじゃないかなと思います。こちらのキャンペーンは対象外の吉野家もあったりするので、ぜひですね、このキャンペーンのページをぜひご確認ください。 次、四つ目は D 払い。対象のコンビニで10%還元のキャンペーンが2月の3日から始まります。ちなみに対象のコンビニはローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ファミリーマートセブンイレブンポップラー生活最下、クラッシュハウス3とミニストップ、東海、キオスクですね。けどまあ、ゆずひこチャンネルの視聴者さんならわかってると思います。この対象のコンビニになんとですね、セブンイレブンが入ってるんですよ。 ということは、バナナチープ。まあ、D バナに関連して、D ポイントのキャンペーンもかなり厚いです。大きく3つありまして、まず1つ目は、ファミリーマートで D ポイント40倍のキャンペーンですね。こちら40倍とありますが、実質20%還元に近いので、このように記載させていただいてます。まあ、こちらのキャンペーンはすでに開催中でして、対象のファミリーマートで D ポイントカードを提示して、決済をしたら、D ポイントの40倍がもらえます。なので、お会計前に必ず D ポイントカードを提示して、そこから決済を行って ください期間は2月の17日までですね次はいよいよローソンでも始まります。2月の3日より D ポイント20倍のキャンペーンですね。こちらは20%還元とほぼほぼ似たような感じとなってます。まあちなみに期間は2月の16日までとなっています。他にもここには出てないんですが、ローソンで街カフェドリンクを購入したら50ポイントがもらえるキャンペーンも同時開催されるので、まあ期間中、街カフェのコーヒー S サイズなどを頼むと実質50円ほどでの 飲めることになりますので結構お得ですね あと D ポイントでは抽選にはなるんですけども D ポイント55チャンスというキャンペーンも開催中でしてこのキャンペーンは D ポイント最大でも3万ポイントが当たるキャンペーンとなってますまあキャンペーンにエントリーした後は普段のお会計でまず D ポイントカードを提示して対象加盟店にて税抜き400円以上お買い物をしますでそれを別々のお店の5店で行うかもしくは同じお店で20回決済を行うかでキャンペーンに参加可能となりますなので この機会に、まあ、D ポイント加盟店のいろんな場所に行くのも結構ありなんじゃないかなと思っています。もちろん、対象外のお店もあるので、そこもぜひですね、しっかりとチェックしてみましょう。これ当たったら嬉しいですよね。ちなみに期間は2月の25日までとなっています。ちなみにこれらのキャンペーンに関しては、先ほどちょっとお伝えした D 払い10%還元のキャンペーンと組み合わせたら、結構効率よく D ポイントが貯めれます。で、先ほども、そして以前動画でもお伝えしたんですが、もし D 払いで D ポイント などのキャンペーンに参加する際は今出てるように必ず1番 D ポイントカードを提示して そして2番、D、そこで D 払いで決済する。この順番で必ずお願いします。次、楽天ペイですね。楽天ペイでは主に2つのキャンペーンが開催されてます。1つ目はこちら全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーンが3月2日まで開催中です。楽天ペイが使えるお店であればどこでも5%のポイント還元されるものとなっています。次、2つ目はコロワイドグループにて楽天ペイアプリでご利用で5%の楽天スーパーポイントのポイントバックのキャンペーンがラストの週となりまして2月の7日まで開催されています。 中です次はメルカリ、メルペイですね。大きく2つありまして、1つ目は、まあ先日動画でも紹介したメルカリと D 払いのコラボキャンペーンとなりまして、メルカリで2月の金曜日、土曜日限定で、D 払いで決済したら D ポイントが最低でも7%、そして買い回りなど条件をクリアしたら最大でも10%分が還元されるキャンペーンが開催されます。ちなみに来週は2月の7日の金曜日、そして2月の8日、8日の土曜日が開催となりますので、メルカリを利用される 方は d 払いいいいで決済すするいいタイミングかなと思いますそして、こちら、進ス,スメルペイのキャンペーンも絶賛開催中です。招待コードを使ってメルカリに登録した後に、メルペイの画面で銀行口座や運転免許証を提示して、本人確認まで完了したら1000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっています。こちらのキャンペーンは終了に一時決まってないということと、現在メルカリのアプリを登録,し登録した時点で500ポイントがもらえるので、今メルペイを登録したら実質1500ポイントがもらえます。なのでですね、 ぜひですね、まあそろそろメルペイ始めたいなっていう方は概要欄に招待コードを貼ってますのでチェックしてみてください。次、a u ペイですね。a u ペイでは来週は目立った大きなキャンペーンはないんですけども、現在こちらの a u ペイとドラッグストアのトモズとの抽選のキャンペーンが開催中です。こちらは a u ペイで一度に税込み1000円以上支払ったら抽選で100名様に2万円分の au ウォレットポイントがもらえるキャンペーンとなってます。なのでですね、もしトモズを利用される方は a u ペイでの決済は結構チャンスがありますね。 けどどままあ再来週は AU は au ペペンン結結構構ででかいキャンペーが待っっててるので、まあ、それも結構楽しみだなと思ってます次はファミリーマートファミペイのキャンペーンですね。こちらも大きく2つありまして、1つ目は一度に5000円以上の現金をファミペイにチャージすることで、ファミペイボーナスが200円相当がもらえるキャンペーンっていうのが開催中です。期間はすでに始まっていまして、2月の29日までとなっています。ちなみに初めて500円以上現金をチャージされる場合は、ファミペイボーナス200円相当が追加されるので、初めて の方は実質400円分がもらえるので結構お得かなと思いますぜひファミペイをよく利用される方やデビューを検討されている方はチェックですねそして二つ目こちらも結構お得だなと思いましてバニラビザギフトカードをファミペイ払いで購入するとファミペイボーナスが購入金額の5%分が還元されるキャンペーンというのも開催中です期間はすでに始まっていまして2月の24日までとなってます で、日程だけまとめるとこんな感じですね。これら赤い文字のところは来週で終了するキャンペーンとなります。まあ今出てるものだと、まあ楽天ペイとコロワイドグループのキャンペーンというぐらいですかね。で、こちら青くなってる方は来週から始まるキャンペーンですね。D 払いバナナチップスチョコが10%還元で購入できるキャンペーン。そして、ローソンの D ポイント20倍のキャンペーンということで、これらは2月の3日からそれぞれスタートします。いやまあこう見たら、PayPay ペイペイも結構キャンペーンゴリゴリだったんですけども、とにかく D 払いそして D ポイント関連がやっぱりこうえげつないですねドコモさんがこれでもかと言わんばかりキャンペーンを出してくれるので一ユーザーとしたら僕はもう嬉しい限りですまあそんなこんなで今回はかなり早口であったんですけども2月の3日から2月9日の来週1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画でした、まあ、先ほどもお伝えしましたがやはりペイペイと D 関連がかなり 強いので、僕はまたそれらを優先的に使って決済しようかなと思っています。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンの公式リンク貼ってますので、ぜひですね、詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今回のキャンペーンとは少し話ずれてしまうんですけれども、2月の3日月曜日には、先日ちょっと動画にもしました、あの三井住友カードの新カードの発行日、まあ、発行開始日となります。これ2月の3日月曜日からですね。まあ、それに伴い20%還元のキャンペーンとか、年会費無料のキャンペーンも実施されるんですが、まあこれに関しては詳細がやっぱこう気になりますね。あと、まああのビザプリペイドのキャッシュも2020年の初め頃に発表とあったので、 もうぼちぼち情報出てきても良さそうだなっていう風にもこちらも思っています。ちょっとですねそれぞれこちらのそれぞれ情報もですね楽しみに待ちたいなと思っています。ということでありがとうございました。